年齢より若々しく見せるためにはが必須。健康的に綺麗に痩せたいというのは誰しもが願うことだと思いますが、そのためには血流がポイントということをご存知でしょうか。血流さえ良くなればダイエット、健康、美容の悩みがまるっと解決すると言ってもいいほど、血流は本当に重要な役割っていうのを担っています。特に今の季節、冷え改善のためにも血流を良くしていきたいですよね。そのためにはもちろん運動やストレッチ、入浴などもおすすめですが、食べ物からアプローチするっていうことも大切なんです。ということで今回の動画は、心臓病予防になる、血液サラサラになる、今すぐ摂取したい食べ物6個選んでみました。おすすめな食材や取り入れ方についても一緒にお伝えするので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。血管の状態イコール健康状態というように、血流は私たちの健康と密接に関係しています。血液は髪の毛の14分の1程度の細い隙間を巡りながら、酸素、二酸化炭素を運ぶ、栄養分、ホルモンを届ける、体温を調節するなどのありとあらゆる働きようになっています。しかし太ってしまうと血液中の脂質が多く、ドロドロな状態になって細い血管を体脂肪で圧迫してしまうというリスクがあります。さらに血液を押し出す心臓にも大きな負担がかかって、高血圧を引き起こしやすくなってしまうんです。つまり血液がサラサラな状態じゃないと、動脈硬化の材料を増やしたり、血管を詰まらせる原因となって、心臓病、脳血管疾患、糖尿病といった生活習慣病につながる危険が高くなるということなんです。反対に血流が良くなると、各組織に酸素や栄養が届きやすくなって、体温も上がるので、健康効果や代謝もアップしますよね。なのでダイエットや健康のためには、日頃の食事を見直して血液をサラサラにしておくことがとっても重要なんですね。ということで、今から簡単に取り入れやすいおすすめの血液サラサラ食材をご紹介していきます。血液サラサラおすすめ食材の一つ目です。じゃん、なんだ、玉ねぎでございます。血液サラサラ食材としてよく聞く、ね、食材といえば玉ねぎではないでしょうか。よくねテレビでも言われてますよね。実際玉ねぎの匂い成分である硫化アリル、ポリフェノールの一つでもあるケルセチンには、血流を良くする効果っていうのが期待できます。先ほどお伝えした通り、血液が体の隅々まで届くことで、冷え性の改善であったり代謝アップっていうのも期待できますよ。他にも玉ねぎに含まれるアリシンは、コレステロールや血糖値を低下させることで血管の健康を守ってくれるっていう作用があります。アリシンとは、玉ねぎをカットするとき目をツーンとね痛くさせる、あの成分のことです。このアリシンには他にも糖質の分解、糖質の燃焼促進、代謝アップするっていうふうにも言われています。ちなみに玉ねぎに含まれるケルセチンは、油と一緒に摂ると吸収率がアップする特徴があるので、オニオンサラダにオリーブオイルや亜麻仁油などの良質な油をかけるのもよし。またアリシンは熱を加えると血流改善効果が期待できるので、加熱調理もおすすめですよ。では血液サラサラおすすめ食材の2つ目に行きましょう。納豆でございます。玉ねぎと同じく血液サラサラ効果のある食材として、多くの方がイメージするものは納豆ではないでしょうか。実は納豆のあのネバネバにこそ血液サラサラ効果があるんですね。というのも、あのネバネバの正体は、納豆特有の栄養素である納豆キナーゼという酵素で、血栓、血管内にできる塊を溶かしてくれる働きがあるんです。血栓は血流を悪化させるだけではなくって、脳梗塞、心筋梗塞などの命にも関わる病気の原因にもなるので、これはありがたい作用ですよね。さらに納豆キナーゼは、食べ物の消化吸収を助ける作用があるのが特徴で、栄養素の消化吸収がアップすることで代謝アップ効果も期待できます。
加えて納豆には善玉菌の餌になる食物繊維や便を柔らかくする効果のあるマグネシウムも豊富なので便秘解消食材としても有名ですよね。便秘になってしまうと体重が増えるだけではなくって栄養の消化吸収力の低下、血行不良にて冷えやむくみ、免疫力の低下、肌荒れ、メンタルが乱れるなどのリスクっていうのもあります。過去の私は便秘薬が手放せない便秘女子だったので確かにこういったね不調のオンパレードでございました。しかし今は毎朝ね納豆を食べているおかげなのかサブチャンネルの方を見ていただくと分かるんですけど私の1日の食事を結構公開しているのでなので結構ね納豆をねあの乱用乱用じゃないか毎日とってます。で便秘薬なしでも毎日解消で肌荒れ、むくみ、冷えといった不調っていうのも改善されていきました。また納豆にはコレステロールを減らす作用のあるイソフラボン、タンパク質、代謝をサポートするビタミン B2 なども含まれているので代謝アップ効果が高い食材というふうにも言えますよね。さすが日本が誇るスーパーフードでございます。ちなみに納豆は血栓ができやすい就寝中に備えて夜に食べるというのも効果的みたいですよ。なので結構ね血液心配な方はぜひね夜食べてみてください。血液サラサラおすすめの食材の3つ目です。使い差しブロッコリーです。我が家はね息子が結構普通にスーパーに売っているブロッコリーよりも冷凍の方がね好きで冷凍のものを最近使うことが多いです。栄養価のダウンとしては 20% ぐらいっていうふうに言われているのではい、冷凍もね比較的おすすめです。で緑黄色野菜であるブロッコリーはね栄養豊富というイメージがねもうすでにあると思いますが実際究極の健康野菜と言ってもいいほどたくさんの嬉しい効果があるんですよ。まずブロッコリーにはビタミン C、ベータカロテン、ビタミン E、ポリフェノールなどの抗酸化物質っていうのがたくさん含まれているので血液内の悪玉コレステロールの酸化を防ぐことによって血流改善、血管の老化防止につながるんですね。またこういった成分は血管だけではなくって体内や肌の老化も防ぐのでアンチエイジングやありとあらゆる病気の予防にも効果的です。他にもタンパク質、カリウム、クロム、スロホラファン食物繊維などダイエットや健康的な体づくりに欠かせない栄養っていうのがたっぷり含まれています。ちなみにビタミン C は水分に流れ出てしまうっていう特徴があるので実はブロッコリーで茹でるよりもレンジ調理の方がおすすめです。なので私もレンチンで食べることの方が圧倒的に多いです。またブロッコリーをカットするのが面倒という方はねこういった冷凍ブロッコリー活用するのも一つですよ。私もね常にこれを2つぐらい冷凍庫に入っています。生物に比べて若干ね、さっきも言ったんですけど栄養価落ちるようなんですけれども、手間をかけずに栄養豊富なブロッコリーが食べられます。血液サラサラおすすめ食材の4つ目です。緑茶でございます。健康にいいお茶というイメージのある緑茶ですが実は血管にも嬉しい効果のあるお茶なんですね。その理由は緑茶の渋み成分であるカテキンにあります。というのもポリフェノールの一種であるカテキンには強い抗酸化作用があるので悪玉コレステロールの酸化と増加を防ぐという効果があるんですね。でこのことによって血管の健康を維持するサポートをしてくれるんです。加えてカテキンには血糖値の上昇を抑える作用というのもあります。血糖値が、ね、急上昇すると血管の中に糖が溢れて血管を傷つけるリスクがあるんですね。糖っていうのはちょっとある種小石みたいな感じなので血糖値の急上昇を防いでくれるっていうのは血管の健康維持にも嬉しい作用ですよね。加えて血糖値が急上昇すると血糖値を下げるインスリンっていうのが大量に分泌されるんですがこの血糖値を下げる際に糖が脂肪として蓄積されてしまうんですね。このように血糖値の急上昇は太る大きな原因となるため緑茶は健康にもダイエットにも効果を発揮してくれる素晴らしい飲み物なんでございます。我が家はね、このスティックタイプですね。伊勢茶のスティックタイプを使うことが多いです。で、ちなみにダイエット健康におすすめな飲み物、こちらの動画でもね、詳しくお伝えしていて、一番参考になるかなっていうふうに思います。気になる方は概要欄からチェックしてみてください。飲むだけで健康になれる飲み物トップ3、糖尿病予防っていう動画になります。では続きまして、血液サラサラおすすめ食材5つ目です。はい、何でしょうか。
きのこと海藻です。で、きのこや海藻は低カロリー低糖質なので食物繊維も豊富なのでダイエットや便秘解消のために意識して取り入れている方も多いかもしれません。で、加えてきのこや海藻は血流の改善にも効果的な食材なんですね。まずきのこに含まれる不溶性食物繊維の一種である β グルカンには血中の余分なコレステロールを排出させることによって血流を良くする効果っていうのが期待できます。さらにキノコのキノコキトサンと呼ばれる特有の成分には脂肪の吸収を抑えて中性脂肪を減らして排出させてくれるっていう働きまであるんですね。また海藻に含まれる食物繊維の一種であるアルギン酸にも β グルカンと同様血液サラサラ効果というのが期待できます。今の寒い季節はね、特に汁物でキノコ、海藻を摂ることでさらに温活効果というのがね、期待できるだけではなくって満足感も得られやすいです。私が、もうリピートして買い続けている食材はまた概要欄の方にも貼っておくので気になる方は参考にしてみてください。血液サラサラおすすめ食材の6つ目は青魚です。サバ、サンマ、イワシといった青魚には DHA や EPA といったオメガ3脂肪酸が豊富に含まれていることをご存知の方ね、多いかと思います。そしてこれらの脂質は心臓病予防に非常に効果的なんですね。というのも DHA は血管の弾力性というのを高めて EPA には血流を改善する働きがあるからです。加えてオメガ3は細胞の炎症を抑える効果もあるので細胞の働きが良くなることによる代謝アップ効果も期待できます。特に EPA には痩せホルモンの分泌を促す働きがあって満腹中枢を刺激して食欲を抑制する効果があるほか血糖値の急上昇も抑えてくれるんですね。魚は調理が面倒で苦手という方は缶詰で簡単に取り入れるっていうのがおすすめです。水煮缶であれば原材料が魚とね食塩だけなのでよりダイエットに効果的な缶詰ですよ。実は過去の私も魚がね結構苦手だった、もう肉ばっか食べてたんですね。であんまり魚食べてなかったんですが、缶詰利用しながら意識して魚を取るようになってからやっぱねダイエットねスムーズに進むようになっていきました。でサバ缶もね結構苦手だったんですけどなんかね出会っちゃったんですよね。この愛子ちゃんだけはなぜかねすごく食べれる、なのでいつも楽天でまとめ買いして、ね、たくさん備蓄しております。よかったらこちらも概要欄から見てみてください。なんかねすっごい肉厚なんですよね。なんかね美味しい、めちゃくちゃ。この前業務スーパー行ったら業務スーパーにも、ね、売ってました。いかがだったでしょうか。年齢よりも若々しく見せるためには血管年齢を若返らせることが必須。今回お伝えした食材を上手に取り入れて美味しく楽しく食べながら健康的に代謝の高い体を一緒に作っていきましょう。インスタや公式 LINE でもダイエットにおすすめの食材をリアルタイムで更新しているので参考にしていただけると嬉しいです。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー松田凛でした。今日もごちそうさまでした。バイバーイ。